1948年12月23日、永久戦犯と判決を受けた7名の命が散った日です。東京裁判と呼ばれた裁判に起訴された被告人は28名。戦争犯罪、平和に対する罪、人道に対する罪に問われた彼らは本当に戦争犯罪者だったのでしょうか。早速東京裁判について詳しく見ていきましょう。東京裁判とは正式名称を極東国際軍事裁判といって、1946年5月3日から開始されました。1945年8月15日、ポツダム宣言を受け入れた日本は戦争に負け、連合国軍の占領下になりました。極東とは、ヨーロッパやアメリカから見て日本が最も東にあったことによる地理区分です。裁判といっても敗戦国である日本は非常に不利でした。東京裁判は連合国の復讐と指摘されることすらあり、連合国側の一方的な証言が無条件で採用されていったんです。勝った側が負けた側を裁きますから、当然負けた側が有利になることなどありません。日本に有利な証拠は却下し、勝った側の戦争犯罪は一切なかったことにし、裁判官、検察官は勝った側の人間のみ採用と人道に反した裁判だったと言えます。そして東京裁判に並行して B 級戦犯と C 級戦犯の裁判が横浜で行われていました。A 級戦犯になった日本人。1945年8月29日、連合国軍最高司令官のダグラス・マッカーサーが東条英機の逮捕と戦争犯罪人のリスト作成を命じたことで綿密な調査が始まります。そして9月9日、戦犯容疑者リストがマッカーサーに提出され、126名もの逮捕者が収容されることになります。戦犯の逮捕は何度かに分けて行われました。9月11日には、東条内閣の官僚を中心とした14名が逮捕、うち2名は数日後に命を絶っています。9月21日と10月22日には、計3名が逮捕。11月19日には、大臣や軍の上層部を中心とした11名が逮捕されました。12月2日には、59名が逮捕されました。戦争を指導した有力者をこの逮捕によって網羅したものの、この後さらに18名を追加で逮捕しています。逮捕された人のうち5名は裁判を受ける前に命を絶っていました。非常に多くの人物が逮捕されましたが、起訴されたのはそのうち28名でした。判決前に病気で命を落とした者が2名、そして梅毒による精神障害で起訴を免除された者がいるため、1948年11月12日に判決を受けた者は25名です。判決は7名が絞首刑、16名が終身刑、懲役20年と懲役7年が1名ずつでした。とはいえ、終身刑になった人の多くが1950年代に釈放されています。一方、獄中にて亡くなった人も4名いました。彼らは戦争を開始した罪、侵略した罪に問われ、弁護も許されずに裁かれていったんです。東京裁判の改定。1946年4月17日、永久戦犯28名が確定し、5月3日に市ヶ谷の旧陸軍士官学校にて東京裁判が開かれました。東条英機元内閣総理大臣たち、日本の指導者28名を平和に対する罪、通常の戦争犯罪、人道に対する罪の容疑で裁いたものとされました。まずは日中戦争中に日本軍が南京を占領した際、大量の中国人の命を奪ったことを認定されました。この事件は南京事件と呼ばれています。約2ヶ月間で20万人以上の人が亡くなったと認定しましたが、本当にこの犠牲者数は合っているのかという真偽を問う議論は今でも続いています。アメリカは日本降伏の際、裁判で裁くことをあらかじめ決めていました。陸軍長官スティムソンは敵国の戦争犯罪について戦争終結後に即刻命を奪うことを主張しています。そして占領軍が直接逮捕することで容疑者が自ら命を絶つ行為を防ぐことが決まりました。といっても逮捕者のうち5名は判決前に命を絶っているため完全に防げたとは言えません。なお東条英機もピストルで命を絶とうとしたものの失敗に終わっています。一方、判決の権限があったマッカーサーは東京裁判自体に否定的でした。東条英機を自分に裁かせろ、戦争の犯罪化は反対だと何度か主張していましたが、結局採用されていません。マッカーサーは日本軍に手ひどい目に遭わされた経験があり、強い恨みを抱えていたという説があります。
というのも、1941年にフィリピンにて格下だと思っていた日本軍に撤退まで追い込まれ、順風満帆だった人生に汚点をつけられたんです。そのため、1944年には復讐戦を展開し、終戦後には汚点をつけた当時の指揮官と復讐戦で戦った指揮官2人を東京裁判が始まる前という異例の速さで処しています。そんなマッカーサーが権限を持つ裁判、想像するだけでも恐ろしいですよね。日本軍人たちの心情。日本は裁判について自分たちに一切権限はなく、勝者による裁きとして覚悟を決めていたとされています。実際に自らの命を持って責任を取る人も多かったことから、日本の軍人の並々ならぬ覚悟が伝わってきますよね。そんな日本が最も危惧したことは、間違いなく昭和天皇へ罪が適用されてしまうことでしょう。連合国の中では、天皇を起訴すべきか不起訴すべきか意見が対立していました。しかし、マッカーサーが昭和天皇と会見を行ったことで、天皇を不起訴とすることが決定されます。なお、昭和天皇は自分が退位し、全責任を取るとおっしゃったそうです。しかし、退位は許されず、地位は最後まで守られました。結局、東京裁判は改定し、25名が裁かれることになったんです。5月6日、罪状認否が行われ、たった1人を除く被告全員が無罪だと主張しました。なお、無罪を主張することは法廷の慣習です。法廷では無罪を主張することで初めて弁護などができると言われています。同時期に真珠湾攻撃が罪ならば、原子爆弾は罪ではないのかという文面を朝日新聞が掲載しています。占領下にもかかわらず勇気ある行動です。勝利国は全く裁かれず、負けた国のみが一方的に罪を償うという考えはおかしいという風潮が当時もありました。裁判の進行はとても遅く、1947年1月24日にようやく検察側の立証が全て終了しました。検察側の立証を開始したのは1946年6月4日だったので、実に半年以上の歳月がかかっています。2月24日には弁護側の立証が開始され、弁護人は被告の無罪を主張しました。弁護人も全て勝利国側の人間です。裁判開始直後は55個もの罪が問われていましたが、結局1948年夏には10項目にまでまとめられています。その10項目のうち何に当てはまるのか、被告人たちはそれぞれ割り振られ、罪が重いほど重い刑を与えられることになりました。多い人では10項目のうち8つの罪に当てはまるとされ、後に公衆台へ送られました。判決はアメリカ、イギリス、ソ連、中国、カナダ、ニュージーランド、フィリピンの7カ国の判事が多数決を行ったことで決定されました。1948年7月23日、判決文はすでに作成されています。翻訳はアメリカ陸軍から9人、日本人から26人が動員され、服部金太郎邸で行われました。秘密保持のため、判決が被告人に読み渡されるまで邸宅から出ることは許されなかったそうです。判決は11月4日から12日にかけて行われました。英文で1212ページにもなる膨大な量です。裁判長はその判決文を約10分で読み上げました。彼は後に当時を振り返り、23年間裁判官として働いてきたが、被告を公主刑に処すと読み上げる時は、高揚とも恐れとも取れる口調になっていたと言います。こうして25人全員が有罪となったんです。公主刑判決を受けた7名は12月23日に刑が執行されることが決まりました。この日はくしくも当時14歳だった皇太子、後の明仁天皇の誕生日でした。ある作家は皇太子に公主刑の事実を思い起こさせるため選ばれた日付だと著書で主張しています。一方でクリスマス前に終わらせたかったんじゃないか、弁護士側が刑の執行を止めようとしたため、最終決着が12月21日になった影響が大きかったという意見もあります。それでは、裁判で公主刑を言い渡された彼らの壮絶な最後を振り返りましょう。刑の執行。1948年12月23日午前0時、人々が寝静まる静かな夜でした。巣鴨拘置所で7名の公主刑が執行されました。永久戦犯の最後を見取ったのは、浄土真宗本願寺の僧侶、花山真章です。花山は B 級と C 級戦犯の最後も見取っています。彼らは縄を首にかけられても、なお静かで堂々としていたそうです。
当時の軍人や政治家はかつての武士階級に相当する地位を持っています。武士道とは死ぬことと見つけたりという教えがあり、軍人は死を怖いと思いながらも乗り越える精神を持とうとしたんです。最後の瞬間まで7名の軍人は一切抵抗することなく34分間のうちに命を落としていきました。7名の遺体は横浜市の久保山斎場で秘密裏に火葬され、その後横浜から48キロ先の太平洋上空にて散骨されています。遺灰の一部は静岡県熱海市に一時安置され、1960年に愛知県の三ヶ根山の純国七支廟に祀られました。この時点で戦犯容疑者であったものの、まだ裁判が終了していないものもいましたが、1949年6月30日をもって裁判は終了されました。1951年9月8日にはサンフランシスコ平和条約が結ばれ、日本は主権を取り戻しています。そして戦犯として多くの人が抑留されたままでしたが、戦犯罷免運動が全国で行われ、永久戦犯は1956年3月までに全て仮釈放されました。当時のアメリカ軍人の多くは、東京裁判は歴史上最悪の偽善だったと語り、マッカーサーも東京裁判は誤りだったという見解を示しています。不公平な裁判で裁かれていった戦争犯罪者たち、現在彼らは戦争に関わって命を落としていった日本人と共に靖国神社に祀られています。今回の内容は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。よかったら高評価やチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。それでは良い一日を。